札幌製ビール黒ラベルは札幌ビール株式会社が製造・販売する生ビール、エビスビールと並ぶ同社の主力商品である。本校では全身商品である札幌瓶製についても合わせと述べる。戦後の日本において最初に瓶入り製ビールを発売したのは札幌ビールである。黒ラベルの前身となる。 札幌瓶製ビンセービルが登場したのは1957年7月で当初は東京、横浜、名古屋、福岡及びその周辺都市で発売。翌1958年3月からは北海道でも発売開始した。容器は褐色の瓶にアイボリーホワイトのラベルを直接プリントした ACL 瓶と呼ばれるものであった。北海道外では 前言傾向をたどったが、冬でも暖房が効いている北海道では好調に売れ続けた。1969年には AC エルビンのデザインを踏襲した紙ラベルに変更。1972年にはラベルの材質にアルミ箔が採用され、1973年にはラベルデザインが変更された。この時のデザインが後の黒ラベルのモデルとなっている。 昭和40年代の日本のビールは熱処理ビールが主流であり、朝日ビール、札幌ビールサントリーの各社は何度か瓶製品の生ビールを発売したが、大幅な市場拡大には至らなかった。天候不順に見舞われた1976年は、特に札幌の販売量の落ち込みが大きく、市場占有率の拡大を目指した同社は、北海道地区で販売されていた。 札幌便製ビールを札幌便製とリブランドし、1977年4月より全国販売開始した。東京、関東、新潟、横浜の各支店では4月21日、それ以外の支店では先行して4月1日より発売を開始したが、5月までの実績は計画の2.6倍と予想を大幅に上回るものであった。 初年度である1977年度は800万箱の売り上げを達成。これは当初計画の3.3倍に相当し、札幌の市場占有率は1.2%上昇し19.6%まで回復した。札幌が他社に先駆けて生ビールを推進できた影には、昭和40年代から50年代にかけて導入されたセラミックフィルターがあった。 計算アルミニウムを円筒型に調整したろ過筒をステンレス製タンク内に直列配置したものであり、うまみ成分を吸着することなく無菌ろ過し、酵母を除去することが可能となった。大阪工場で1967年からの試験仕様の後1969年により本格稼働。1970年には札幌第二工場と目黒工場でも稼働開始した。 さらに、ピンの販売拡大に伴い順次各工場に導入された。競合他社では、朝日は本省に続き、飲食店向けの7リットルサイズの生ビールミニソンを発売。炭を販売するサントリーを含めた3社は、積極的な広告展開をし、生ビール戦争とも呼ばれた。1976年には、市場流通量のうち9%程度であった。 生ビールの比率は1980年には21%に達した。熱処理ビールであるキリンラガービールだけで通してきたキリンビールも1981年にはビアソン2リットル、ビアソン3リットルの小型ソン製品で生ビールに参入した。1987年3月に登場したアサヒスーパードライは日本のビール市場に大きな変化をもたらした。 札幌は若者層は苦味の少ないすっきりと飲みやすいビールを好む傾向がある生ビールの普及により生イコール特別なビールという優位性が薄らいだ。発売後0年が経過しパッケージデザインが陳腐化しているとの分析から札幌便性をリニューアルし札幌ドラフトを発売する方針を決定した。1989年2月に関東 静岡地区を皮切りに札幌ドラフトを発売したところ、便性のアンコールの要望が、同社営業部門に多く寄せられ、飲食店や一般家庭では、札幌から他社製品に切り替える動きが出てきた。広告上の故障を札幌製ドラフトとし、品質上の改良点を周知する措置を取ったが、特に40歳、50歳の少年層からの、便性復活の要望が止むことはなかった。 1989年9月、札幌ドラフトを継続する一方、便性を復活して、両ブランドを並行して販売することを決定。この時に消費者から愛称として呼ばれていた黒ラベルを正式に取り入れ、札幌製黒ラベルを正式名称とした。便のラベルの形状は、便性の楕円型から札幌ドラフトに合わせて六角形に改められた。 復活翌年の1990年には、黒ラベルの販売実績は、リニューアル前の1988年の便製の実績を上回った。1991年10月には、札幌ドラフトの終売が発表された。1997年1月には、黒ラベル復活後では、初のフルリニューアルが行われ、より生ビールらしさを強調した味わいに調整された、ほか、 口述のようにラベルデザインも一新され、同年より低温輸送が開始されている。1999年にはアルコール度数を4.5%から現在の5%に変更している。2006年年初製造分にバク画、ホップの共同契約栽培化が完了している。2011年3月上旬製造分によりビールの風味を劣化させる。 脂質酸化酵素を持たない大麦から生まれた、うまさ長持ち爆芽の使用を開始し、2015年2月中旬製造分と2016年2月下旬製造分より、うまさ長持ち爆芽を増量している。さらに2019年1月下旬製造分により、製造方法をさらに工夫し、より白く美しい泡を実現している。1990年代後半からは、 売り上げは苦戦を強いられたが、うまさ長持ち爆画の採用による品質向上や飲食店でのブランド露出が高を、そうし、2015年には21年ぶりに売り上げ高の対前年比が増加に転じた。2015年の販売数量は、大瓶20本を1箱と換算して、1618万箱。2016年の販売数量は、12月28日時点で、 これを上回った。2017年の販売数量は12月29日時点でこれを上回った。2018年の販売数量は12月30日時点でこれを上回った。札幌の工場のある千葉県船橋市や静岡県焼津市ではふるさと納税の返礼品として採用されている。1977年の札幌便生登場時のコピーは 北海道で好評のあの生、新登場。1978年の新聞広告では、春夏秋冬、うまさ365日と夏だけの飲み物ではなく、通年商品であることをアピールした。1986年には、当時アメリカに輸出される日本製ビールのうち、ビンセが圧倒的であったことから、世界がうまいと言い始めた。 1989年の黒ラベル復活発売時には喉越し鮮やか。札幌製ドラフト、深い味わい。札幌製黒ラベルと両者の特徴を強調した。1991年には山城慎吾、蓮舫、村野武則を起用し、結局飲んでる黒ラベルのコピーを主軸にして広告展開した。1995年には喉打つうまっさ。 黒ラベルのコピーで、三浦智和を起用。2000年には、ラブビアーのコピーで、山崎勤と豊川悦氏が、スローモーションでシュールな対決を繰り広げる。CM、温泉での卓球、カラオケのマイク争奪戦、焼肉の取り合い、雪合戦など、中島哲也が監督を務めた。は2000年の CM アワードグランプリに輝いた。特に、卓球編では、 温泉卓球ブームが起きた。2010年からは、妻吹里氏が、各界の著名人の話を聞く、大人エレベーターシリーズが展開されている。第52回、有馬記念の記念デザイン館、札幌便制は、当初からの大便に加え、1978年3月15日には、大阪地区を皮切りに、中便、同年4月3日にはジャイアンツを、発売開始。 小瓶の発売は1981年5月であった。小規模な飲食店向けには1979年に10リットルの産経ソンを首都圏を皮切りに投入。1980年4月には家庭向け3リットルのアルミソンを発売開始した。1979年には朝日が先行して同容量のミニソンを発売しており、この時期には各社が 家庭向け損製品でしのぎを削った。札幌は、東レ、吉野工業所と共同開発した、世界初の PT 樹脂生損型、容器、札幌損製2リットルを1981年3月に発売。1981年の売り上げが1400万本を記録するヒット商品となった。翌年には、パイロットインキが開発した缶インキを使用し、中身の温度が、 摂氏10度以下になると、飲み頃ですの文字が浮き出る工夫が加えられた。1982年には1.5リットル、3リットルのラインナップが加えられたが、PET 樹脂のリサイクルが進んでいなかったことから、1992年にはアルミ容器に変更された。商用量商品では、1980年に札幌瓶製タル型小瓶 300ml 食い生を発売開始した。 グラスを使わずに手軽に飲める広口ボトルで従来ビールの扱いがなかった立ち食いそば、うどん店やジャンソー、喫茶店などでも販売された。広告には滝田ひさしを起用し、1980年には当初の目標100万箱に対し320万箱を売り上げた。1982年にはさらに商用量の札幌製一口を発売開始した。 完成品では、1980年5月に札幌完成1リットルをスチール缶で発売。同年9月には500ミリリットル。1981年6月に350ミリリットル。1982年4月に750ミリリットル。1983年4月には250ミリリットル損型スチール缶の札幌缶、イクコ損と順次ラインナップを拡充した。 1984年3月より 650ml スチール缶の札幌カップ製を発売したが、シルバー基調のデザインが話題となった反面、ほぼ大瓶一本分のビールは缶で飲むには、量が多く、さらに缶詰のようなフルオープン缶だったことから、缶のまま泡がない状態で飲み切らないといけないため、日本では売れ行きは不審だったものの、同年10月に、 北米向け輸出を開始したところ、好評だったことから、現在は輸出専用商品として存続している。2000年には 450ml ボトル缶を、ショットボトルと名付け、4月28日より、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で先行販売を開始し、6月28日より、全国販売となり、 2000年代中頃まで販売された。ラベルデザインは当初は外周に札幌ドラフトビアー等の英語の文言、内側に黒字に金色で印、その下にリボン状の地に札幌ビールのカタカナのロゴ、下部に生と書かれたものであり、黒ラベル復活時も形状変更以外は小幅な変更にどめ、外周の表記を札幌オリジナルドラフトビアーに変更し、 生の両側に、ブラック、レーベルと表記するにとどめた。1997年1月製造部により、黒ラベル復活後では、初のフルリニューアルが行われ、缶は白地に印の周囲が、黒地に、瓶では黒地に、金の印が描かれ、札幌のアルファベット、印の左右に、麦の穂の図案、黒ラベルと表記された中央リボンが印を取り囲む、デザインに変更され、海外では、 中央リボンの表記をドラフトビアーやプレミアムビアーに変更して2011年頃まで使用され続けた。2001年2月下旬製造部により日本独自のラベルデザインとなり、缶は白地に黒の円形の中に印、瓶では黒地に金の印が描かれ、いずれも印の左右に麦の穂の図案。ロゴはリボンを廃止アルファベットで札幌ドラフトビアーのアルファベットが取り囲む。 シンプルなデザインに改められた。2004年には、札幌、ドラフトビアを独立させ、印と麦の方の図案の下に配置したデザインとなった。2006年年初製造分に、クがホップの共同契約栽培化が完了したことから、1月25日より、下部に、クがホップ共同契約栽培100%の文言を、緑色の帯で記載し、性の大書きを廃止。 缶のロゴ下の英文を緑色に変更し、缶は緑色で、瓶は金色で、大麦の方を大きくわしらったデザインを1年間採用した。2007年1月下旬製造分より麦母と札幌の下のドラフトビアを廃して印を大きく廃し、以前とは異なる書体で、生の大垣を復活させたデザインに変更した。2011年3月上旬製造分より、 うまさ長持ち爆画の使用を開始するとともに、中央の正の文字に立体感を持たせ、生の周囲の英文を黒色から金色に変更した。2015年2月中旬製造部により黒ラベルの文字を強調し、その下に生と表記したものに改められ、2019年1月下旬製造部により正の大垣を廃止、現在のデザインとなった。 1995から1996年に販売された旧デザイン缶2019年現在、小売店向けには1 3 5トル2 5 0トル3 5 0トル5 0 0トルの缶入り等瓶、中瓶、小瓶が販売されている。ご当地デザインや箱根駅伝等の記念デザインの缶も限定生産されている。日本以外のほとんどの国では、 札幌プレミアムビアーの名称で黒ラベルに相当する商品を販売している。国によっては製造設備の都合で熱処理を行っている場合があり、必ずしも生ビールというわけではない。海外では1997年1月製造分より日本で採用したデザインの中央リボンの表記をドラフトビアーやプレミアムビアーに変更して2011年頃まで 使用され続けたが、その後はシルバーカップ缶を元にしたシルバー基調の缶デザインに変更され、国によっては瓶もシルバーラベルに変更されている。1980年の秋にロサンゼルスに新規開店した寿司バーから札幌ラガービールの小瓶10ケースの注文が特約店に入ったが、誤って瓶製の大瓶を配達してしまった。お客から 札幌の使名があり、恐る恐る便性を出したところ、こんなビッグサイズのビールは見たことない。と、現地で話題となり、最初の10ケースは2日で完売し、さらに味の点でも評判となって、お客の90%が便性を飲んでいるのを、駐在員が寿司バーで見ることになった。1984年10月、形の違う容器が海外では人気になるのではないか。 と日本では売れなかった札幌カップ製の海外販売を決断したところ札幌ビールの狙い通りとなったそのオリエンタルなデザインがクールと評価されシルバー札幌という愛称で呼ばれるほどに北米で大ヒットしたことで1985年に念願であったアメリカでの日本製ビールシェア第1位の座を獲得それ以降も 札幌ビールはアメリカで一番売れている日本のビールとして30年以上もの間、首位の座を守り続け、札幌カップ製もシルバーカップ缶としてカナダやベトナムで生産されて、海外限定商品として人気を集めている。ありがとうございます。